こんにちは、兄です。先日、フュージョンファイト第4弾を2万円やって、コンプリートを目指したわけなんですけども、結果はね、ちょっとコンプリートできませんでした。その模様についてはですね、ここら辺から、飛んでみていただければと思います。で、もう結果の方いっちゃうと、ティガのパワータイプと、あとガイアの V2 のウルトラオーブレアですね、その2枚が、出なかったです。で、そうですね、やっぱりティガのパワータイプが欲しいんですよね。新しいフュージョンアップの形態も見てみたいですし、まあ、組み合わせのね検証の動画も作りたいなと思ってるので、で諦めきれずリベンジ行ってきました。でただですね、第3弾の時からそうなんですけども、今回はやればね、必ずうまくいくっていうわけではないので、泥沼にはまらないように注意しながらやろうということで、自分の中でね、上限を設けるっていうか、3000円ぐらいまででやめようと。で、それで出なかったら諦めて、まあね、どっかから買ったりとか、そういう流れにした方がいいという判断にしようみたいなね、そんな感じで、まあ言ったわけなんですけども、で、まあ実際、3セット。1回ね、そのカード買うってやると9枚買えるんですけども、3セットをやってきて、ミラクルが起きました。そのミラクルがこちらでございます。はい。ウルトラオーブレアは出たんです。出たんですけども、オリジンザファーストが出ました。そして、2枚出るっていう、これもすごいんですけども、なぜオリジンザファースト2枚ね、出ちゃうんだ、みたいな、そんな感じで、これで僕オリジンザファースト3枚になってしまいました。ね、これを求めてる人には本当に申し訳ないです。これね、まあ、からくりっていうか、どういう仕組みで出てきたかっていうと、その同じ配列で入ってるパックが2つセットされてたんでしょうね。セットされてるパックってだいたい100枚入っていて、その中にきっとウルトラオブレアが2枚ね、こう仕込まれているっていう、そういう形になっていると思うんですけども、まあそれが同じ配列になっているものがたまたまね、こう2つ設置されたっていう、そういう感じなのかなと思います。で、まあ、これどういう状況でね、こう、引いていってるかっていうと、最初1セット目9枚買って、オーブレアとスーパーサポートレアが、まあ、いい感じで1セット目出ました。で、2セット目もね、結構いい感じで、怪獣のオーブレアとかが、こう、2枚ぐらい引いたりとかで、まあ、今回ね、やっぱりオーブレアの出る確率がすごい高いと思うんですよね。で、まあ、調子よく出てて、で、3セット目入った時に、ノーマルカードがガーッと連続して出てきて、もうちょっと潮時なのかなってその時思ったんですよね。最初サービスっていうか、そのね、ちょうどいいところのバーッと引いていって、少し緩めになった、そのね、場所に入ってしまったっぽいから、これもしかしたらこのままずるずるとね、5000円までウルトラオブレア出ないパターンなのかもしれないと思って、まあやっぱりこの3セット目で引くのがいいだろうなと。ね、5000まで行っちゃうと引くに引けなくなって、ウルトラオブレア出るまでやっちゃうと思うんですよね。そうすると下手するとね、5000オーバーでずんずん引っ張っちゃうみたいな。で、6000円使って1枚しか出てなくて、1万円使ったらもう1枚出るから、じゃあ1万円までみたいなね、そういう流れになりかねないので、もうね、3セット目途中でもうここでおしまいにするっていう風に決めていたところ、8枚目ですね、8枚目で、これが出ました。で、まあ、3000以内でね、ウルトラオブレア弾けるっていうだけで、もうすごく運がいいので、あ、弾けたというところで、まあもうね、ここで弾いたら次はね、最低でも3000ぐらいやらないと出ないから、もう1枚ね、ウルトラオブレア出たっていうだけで運がいいと思って帰ろうという風な感じだったんですけども、ただもう8枚まで来てね、最後、1枚回さないのは、なんかね、気持ち悪いなと思って、3セットしっかりやりきろうという感じで、9枚目のコインを入れて回したらですね、連チャンでこれが出てきたわけなんですよね。だからまあ、同じ場所に同じようにこうね、設置されているパック
っていう、まあ、ものだったんでしょうね。だから、均等にね、必ず、こう、間が空けて、ウルトラオブレア出るっていうわけではなく、もう本当にね、そのパックの、その配置っていうかね、パックをこう、どういうものが置かれるかによっては、こういった連発もね、あり得るっていうことですね。うん。だから、まあ、結果としてね、ウルトラオブレアのそのティガパワータイプは出なかったんですけども、まあ検証的には面白い感じなね、その結果なのかなという感じで前向きに捉えていこうと。あと、ね、2枚ウルトラオブレアをゲットできたっていうところで、まあちょっとあまりね、どうかなっていうところもあるんですけども、そのカード屋さんで、まあ売って、その売ったお金で、ね、残りの2枚をゲットするっていう、まあ、その流れにつなげたっていうところで、まあ、結果オーライかなという感じで、まあ、ミラクル万歳という感じですね。はい。まあ、そういうわけでね、まあ、ガイアじゃなくてティガのパワータイプとガイア V2 ね、どっかしらでね、ゲットして、またね、検証動画であったりとか、あとカードね、その2枚が揃えば、第4番段まで全てね、コンプリートしたことになるので、まあカード振り返る動画とかも作れるので、そこら辺またやっていきたいと思います。はい、とにかくね、カード沼には気をつけましょう。それでは次の動画でしましょう。バイバイ。You know that